はい、皆さんこんにちは、アチェでございます。陳慶さんで三国志天パワーアップキットパート7ですね、やっていきたいと思います。実はパート 3? いや、ごめんなさい、パート4ですね。パート4からですね、録画にですね、ちょっと雑音がね、雑音というかね、簡単に言えばね、近所でね、工事やってるんですね。ですのでね、なんかね、ドリルっぽい音が入っていると思うんですけども、一応自分で聞いてみた感じではね、そんなにでかく私の声を潰すほど入ってないので、これで、録画の方をしていきたいと思いますので、もしかなりノイズにね、聞こえられた方はね、申し訳ないですけども、お許しくださいませ。というかね、日頃のね、録画環境もね、ノイズが多いんでね、そんなにいいマイク使ってないんでね、この時ばかりはこのマイクの感度の悪さがね、能力を発揮してくれればね、工事の音も入らないのかなと勝手なことを考えてますけどもね、やっていきたいと思います。なんかね、うろちょろしてる間にね、陳情が4つも溜まっちゃいましたね。もうね、お金はね、あまり減らせないのでね、最低限でやっていきたいと思います。賞罰は内政かな、なしの内政ですね。誰いるかな、あ、予算いるな。理解さんはね、理解さんはね、治安ですよね。で、この2人ね。この2人で治安やってください。で、引き続きね、商業行ったでしょ？だもんでね、技術ね。技術、これみんなぶっ込むかな？いや、技術はこの人だけでいいでしょ、とりあえずね。で、あとはね、増築はできないでね、農業にね、ぶっ込みましょう、皆さんね。はい、一括でね。さて、需要、あ、そっか、私拾ったもんがあるんですね。それ置いといてですね、もうどんどん、これで、防御が満タンじゃないか。まだ満タンじゃないですね。まあ、防御は、あれですね。防御はほっといてもね、いきそうなので、何かな、利益はね、いらないです。市場とかを拡張するんだったらね、いっぱいねあげますけどもね。お、昇進しましたね、孫寛さん。というわけで、農業あんま上がってないな。だもんで、でも仕方がないですよね。あ、理解さんダメだわ。理解さんは内政治安でね。か、現状維持か。まあ、現状維持できるだけでも大したもんか。また農業、皆さん農業してもらいましょうかね。はい、皆さん農業してください。で、私は陳情ね。あ、警備が上がるわ、ラッキー。ね、治安が上がりましたね。誰？あ、技術上げましたと。じゃあね、もう一回技術行ってください、ありがとう。あ、また陳情来ちゃった。何か食べ物ね。まあ、陳慶さんね、これ以上ね、名声上げてもね、もうじきお迎え来るんでね、いらないんですけどもね。でもまあ、なんなんで本庄とかね、あ、手伝いますよと。29日間手伝いってか。まあ、かなり上がるでしょ、29日も手伝えばね。あ、そうか、この人能力があるから29日で出るのか。おー、間に合わないよ。まあ、いいでしょう。どうせね、表情やったところでね、大した。35しか上がらなかったか、1ヶ月も費やして。任務報告ね。あらら、皆さん上がってきてますね。さてさて、賞罰ないですね。内政の治安を、この2人、もうね、でもやっぱり人増やしてよかったですね。
で農業まだ遠いな。農業はね、新光さん以外ですね。で、技術をね、この人で。さて、で陳情ですね。道整備しましょう。これは名声だけか。さあ、じゃあ私は技術を上げにかかりましょうかね。あ、またしまった。また1ヶ月手伝ってくんだよと。そっか。あれですね。スキルのある人は、21ヶ月やるっていうパターンになるみたいですね、どうもね。さて、そういうことを踏まえてですね、技術、あ、これ技術よね。技術はね、新物、ああ、そっか、理解さんが治安行かなくてよくなれば、あれなんですよね、そうなのか。ということは、ゆうひょうさんいけるかな。あ、理解さん飛ぶのは痛いな。理解さん持ってかれるのは痛い。理解さん持ってかれるのは痛いで、治安でね、あー、でもあれか。でも理解さん、1ヶ月ぐらい理解さんを我慢すれば、理解さんを1回だけ我慢すれば、ね、ということかな。ちょっと治安下がっちゃうけどね。仕方ないでね。必要な分なんでね。仕方ないということにしましょう。あ、現状維持できるか。この人いたよね。この人ね。強炭って呼んでいいのかな。わかんないね。あ、なんかすごい遠回りの言い方してる。あ、強炭って言うんですね。それはまあさておきまして、じゃあ私が治安テストだったところで仕方がないで農場行きましょう。でちょっと会話してですね、ね、ビジクさんと仲良くなりませんでしたけど、孫健さんと、あ、孫寛さんね、あ、孫寛が好意になったね、いいことですね。どうなんでしょう、今週になってから義兄弟ってなれるのかな。ちょっとわかんないですけどね。もう一度会話しておきましょう。相変わらず、ビジクさんはね、エイトの時のね、ソウヒョウさんではね、ビジクさんね、すごく仲良くなれたんですけどね。まあ、ソウヒョウさんと仲がいいのかもしれないですね、実はね。そういうことなのかもしれないです。で、後方行って、また手伝いって言われるかな。あ、手伝いって言われなかったんでね、よかったです。京丹さん。はい、でちょっと自宅に帰りましょう。おー、久しぶりに陳情来ましたね。ねえ、さあ陳情さんは、あ、そっか、曹操がもう落としたから歴史通りになってるのか。陳慶さんは実はね、確か曹操配下になったんじゃなかったですかね。違ったかな。あ、曹操に内容してますね。ね、そういうことですよね。あ、陳情来た。あ、城壁越えでマックスなるかな。あー、なったね。さあこれで、あとはさあどうしましょうと。一緒に農地でもやるかい。なかなか孫寛さんとか言うこと聞いてくれないですね。あ、信頼になりましたね。定権さんとも話しておきましょうか。まあ、大変な話ですね。じゃあ私何なんで、ちょっと農業やっておきましょう。陳情も来なくなったでね、あ、一生懸命やってくれましたよと。55上げましたよと。よいしょ。あー、決済だけか。さて、絶対見つかる商売そんなもんあるかよっていうところでね、絶対儲かるって今言っちゃダメなんですよね。
証券関係でしたっけね、証券法違反かなんかになりますよね、確かね。証券取引法か忘れました、すいません。33、32、農業ぼちぼちの治安がね、京丹治安3しか上げれないのかいこの人、困ったな。内政がこれ以上できないこともないけど、ないけど大変だね。皆さんで治安やってみる？定金さん失敗か。いや違うぞ。親密さん以外治安を頑張ってくださいと。あれ？あ、そうかそうか、商業解消いっぱいなったでね、よいしょ。陳情が来ないで、とんじょ。あ、ビジクさんと久しぶりに語ったような気がする。好意になりましたね。孫寛さん、どう？あ、なんもないわ。元春さん、あ、元春さんまだ悪くないですよね。京丹さんは、あ、定健さん、わあ、手伝ってこ、あ、29日もか。あ、いいよもう。1しか上がんないけどね、私はね。あー、しかも失敗か。残念。ねえ、私のそれを抜いたかといってね、治安が1しか上がってないんですよね。残念です。非常に残念ですね。これでひょっとして、定健さんの、じゃないわ。ああ、そうか。そういうことですよね。まあ、54まで上がったか。これね、うん、仕方ないわ。あ、まだ彼帰ってきてないね。京丹さんにさせて、農業全員でやりましょう。で、私、決済。兵に加わる、兵隊が増えるのか。増えましたね。登用失敗。仕方ないですよね。じゃあ技術をね、理解さんじゃないよ、親密さんにお任せしてですね、治安をですね、理解さんで、理解さん復活したらね、だいぶ違うと思いますので、さて私は農地行きましょうかね。ちょっと営業、社内営業しましてね、部下と仲良くなっておきましょうね。私より他を誘われたらどうでしょうかと。陳情がないでね。さあどうしようかな。栄翔でも行ってみるか。栄翔にちょっと覗いてみますね。さて、いないか。いないね。いないな。いないですわ。さあどうしましょうかね。困ったな。人が欲しい。軽量、冷量。いいやん。いなかったもんね。いや。地道にやるか。陳情溜まってないですね。陳情行っても私はね、ね、あらら、耳を汚すだけと言われましたね。よいしょ。死後は禁じておられます。禁じておられますのでって、私は君主なんですけどね。こういう博打話が来ましたが、博打の陳情は最低限だけでいきます。それでも勝ったらラッキーっていう感じですよね。農業があと400、治安がまた悪くなってますね。これね、どうしたもんかな。皆さんで治安やってみてももったいないね。治安はね、京丹さんだけで、
農業ですね。農業皆さんでやりましょうと。ちょっと私外見てこようかな。外見てきた方がいいね。さあ経を行ってみましょうか。でこれスクロール始まったら外せば画面切り替わって早く行けそうですね、移動がね。ちょっとね、ちょっと学びました。あ、住民反乱が起きてますね。え、雲南で反乱起きたのかい。あったー、やっちゃった。治安が悪いでね。いやどうなってんだろう。町に帰るのが恐ろしいわ。町に帰るのが恐ろしいですね。なんか言われたね。法隆って書いてましたね。あら珍王法隆っていうのは気のせいか。あーでも武力とっとあるからいいわこの人。あ、一撃か。あら一撃でしたね。あーやっぱ法隆や。豚城、あ、こらいいぞ、こらいいぞ。あ、法隆いいな。あ、この人いいね。魅力低いな。法隆って曹操配下じゃなかったっけ。てか、お、ん、金と関係しなかったか。関係してなかったかな。忘れた、忘れちゃいましたね。さあこの人も、この人も味方にしたいな。よし、どんどんね。あ、時間来ちゃいましたね。じゃあね、時間来ましたので、神経さんでね、三国志展、パート8になります。あ、7ですね。ごめんなさい。7になります。これで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。